まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。いやー、2戦目入りました。ワンピース村、ワンピースアニメ村なんですけどね、まあ最初はシャンクスにしてやられたんですけど、2戦目頑張っていきたいなと思います。皆さんまた最後まで見てですね、予測してみてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。まあ、8番のプレイヤーは発言してください。おはようございます、チョッパーです。村人です。トナカイだけど村人です。一番最初の発言なんで、みんなの意見発言を聞いていきたいと思います。9番のプレイヤーは発言してください。私、タオルマンと申します。この度、村人に、ならせていただきました。人狼ではないので、皆さん本当に疑わないでいただきたいんですが、私本当にケムクジャラが隣の家に住んでるんですよ。頭から角が生えてるケムクジャラがいつもね、寝る前にゴン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 部屋にこうやってくるんで、何かなっていつも思ってるんですけど、どうやらその鹿はあれなんですよね、なんか毎日薬を作ってるようなんですけど、どうなんか怪しい薬作ってんじゃないかなと。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、ケムクジャラのトナカイが薬を作っているのは医者だからな、仕方ねえことだ。まあ、そうやって言ってる村長が一番怪しいんで、みんな村長釣っていこうぜ。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。なんかキューバさんめっちゃさ、大丈夫かな、犯罪犯してない、大丈夫？私は霊能者です。亡くなった方の村人陣営なのか人狼なのかが分かるので、できるだけ守っていただきたいと思ってます。ただ占い師も多分この後出てくると思うんで、こちらの方も待ちたいと思います。お願いします。3番のプレイヤーは発言してください。おはよう、俺は村人陣営だ。まあとりあえず言わせてもらうと思う。先に言うが、俺は占い師だ。おう、まあ確実に怪しいが、怪しいんだが9番を占った。おうおうおうおお、白と出たんだな。白だよ、絶対白だ。ちょっとどうしても怪しいからな、拭いきれないところがある。白か黒かを置いといて釣ってもいいんじゃないか。以上だ。4番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。結構今のところたくさん役職、まず私は村人です。役職が出ていて、2番さんが霊能者、3番さんが占い師、9番さんを占ったら白、っていうことだったんですけど、まだちょっと発言がまだ足りないので、皆さんの意見を聞いて少しずつ推理していきたいと思います。5番のプレイヤーは発言してください。みんな聞いてくれ。ようやく念願の村人になれた。だが役職は何もない。考察としては霊能者と占い師が出てきている。どっちかで占い師出ないと。あとは実際こっから誰がどう発言するのかを聞きたいと思う。みんなの発言を聞いて俺も一緒に考えたいと思う。6番のプレイヤーは発言してください。よし、てめえら、朝飯の準備ができたぞ。食べ今日の朝飯は生魚のスムージーだ。生魚をミキサーにかけただけの栄養満点料理だ。さあ食え。というわけで、俺の役職はコックさんだ。白だから疑わなくていいぞ。ま、今回も俺はマリモが怪しいと思うけどな。おわかり。7番のプレイヤーは発言してください。剣士と言いてえとこだが、俺は今回占い師だ。だよね、出ないで。で、村長、白だった。で、俺思ったんだけどよ。おい、ベボがうるせえろ。おめえよ、確か占い師は一ターン目白しか出ないんじゃなかったか。そうですね、そうです。それだけを言っておく。誰が黒か分かったんじゃねえか。8番のプレイヤーは発言してください。いや、難しいなぁ。分かんない。とりあえず3時その魚のスムージーは俺派な。
ちょっとやられるからさ、やめてくれよ。くせえんだよ、それ。毎回毎回、朝出してきやがって。そうだな。わかんねえな。俺は、今のところ、あれだな。まだ、ちょっと考えるよ。グレーに入れるかな。9番のプレイヤーは発言してください。最近、私全然寝れてなくてですね。隣の部屋の鹿はどんどんやるし、毎回毎回朝方になると、なんか外で喧嘩してるんですよね。黄色の髪の下と緑色の髪の下が、ああだくじゃねえ、ここじゃねえ、ずっとやってまして、で、朝方になると赤い髪の人が止めに来たんですよね。いつも止めに来るんですよ。もうちょっと早く来いって、もうちょっと早く来いっていつも思うんですけど、お前の止めた数秒がどうのこうのっつって、お前の止めた数秒がどうのこうのっつって止めに来る、もうちょっと早く来いっていつも思うんですけどね。私を寝かしてください。よろしくお願いします。占い師、どちらかがケムクジャラです。気をつけてください。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、誰でもいいんだけどさ、とりあえず、釣りたいやつ釣っていこうぜ。ちなみに、俺は村人だぞ。2番のプレイヤーは発言してください。3番さん、7番さん、占い師把握しました。で、まあ、俺ほども8番、白って言ってね。なんで、ここはちょっとね、厳しいね。ただ、まあ、救いは私、霊能なんですけど、それの使用、対抗はいなかったんで、そう、あなた、占い師からは多分、霊能っぽいけど、霊能はできてくると思うんですけど、占い師がね、どっちかっていうのがわかんないなぁ。どっちだろうなぁ。まあ、とりあえずだから、最初はちょっと犯罪者、釣った方がいいと思います。やめろ。だから俺ってこと？ 3 番のプレイヤーは発言してください。猫がニャーニャー言ってすまない。まあランダムで最初に出たからそういう風に言ったつもりだったんだが、変な風な意図で伝わったんだったら申し訳ない。だが俺からしたら7番が一番怪しいからな。合ってる。まあ凶悪なボイスだったから釣りたい気持ちもわからんことはないが、まあとりあえずもう一周見て回りたいと。4番のプレイヤーは発言してください。とりあえず占い師さんが3番さんと7番さんで2人出てる。うん、で、2人とも、9番が白。っていうことなんで、普通に、まあ、ちょっとすごく怪しいんですけど、9番さんは、まず白で、もし、カリウドさんがいたら、守ってあげてほしいなって思います。まあ、あと2番さんが霊能者そう。だっけですよね。とりあえず、まあ、ちょっと次回、リヴァイ兵長のニャーも聞きたいです。釣られないようにしないと。5番のプレイヤーは発言してください。よく言った。村長、お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くかたった今、この村の運命を大きく変えた。いやらしい。この、変わったの本当に。霊能者の争い、あ、もう噛んじゃったじゃん。6番のプレイヤーは発言してください。ま、4校ともあろうものがいきなり噛むかね。とりあえずそうだな。みんな生魚のスムージーはちゃんと飲んだか？飲んだ。残してたら3枚におろすぞ、てめえら。で、そうだな。37占い？マリモが占いし。うん、ああ。まあ、でも今回俺は、ローの意見に賛成かな。おー、みんなは、どう思うかな。7番、ゾロ釣られそう。のプレイヤーは発言してください。お前ら頼む。信じてくれよ。確かに、9番の村長は、犯罪者みたいな声してるが、本当に白なんだって。そうなんだよ。どうすりゃ俺は村長救えるんだ。あと、シャンクス。お前噛んでんじゃねえよ。さすがにダセえぞ。投票を始めてください。
いやーこれはね、とりあえずグレー打ちってところなんですけどね、グレー打ちだとまあまあ噛んだ人に入れときます。ありえん、オラじゃないべ。噛んだ人に、うん。さあ結果出ますよ。9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。この村ちょっとおかしいのかなと。お前らバカなのかと。海賊ってみんなバカなのかと。占い師が2人いて、2人とも村長は白だっつってて、なんで私処刑に遭うのか。あ、そうか、やっぱ革命軍だけは大したもんだなと思うけど、お前らバカか。食われちまえ。夜が来ました。目を閉じてください。さあ初日を終わらせていただきました。私、釣られるのは、いつもの流れでございます。次からがちょっとあれですね、真剣に行くと思うので皆さん真剣に頑張ってください。占い師のローかゾロ、次の占い先で決まるかなと思うんですけど、バドガーさんが霊能者宣言してるんで、この辺を白だと打ってくるんじゃないかなと思うんですけどね。でバドガーさんが私のことをちゃんと白かっていうところを楽しみにしてもらいたいなと思います。今回桜子さんとチョッパーは、無風状態にいて、トマルさんもうまく流している。ただトマルさんの口数の少ない部分はちょっと怪しい気が私は正直しています。はい、自分の流れでは、ゾロ、ローどちらかか、サボはつるんでるのかなって心の中では思ってます。さあ皆さんの考説聞いていきましょう。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。すげえ守ったんだ。1番のプレイヤーは発言してください。霊能守った。これでいいと思うんだけどさ、今から人狼勢たちを引きずり下ろしていこうぜ。2番のプレイヤーは発言してください。はい、昨夜亡くなった9番さんを霊視したところ、村人陣営でした。当たり前だ。投票なんですけど、迷いすぎてしまって、ほんと迷いすぎてしまって、投票を放棄してしまいました。申し訳ないです。時間来ちゃいました。まあ、占い師二人で、で、今朝、噛まれなかったですよね。そう。なんで、これは、守られて噛まれなかったのか、それとも、どっちを守ったかだよね、狩人が。あえて噛まなかったのか、ちょっと、その辺どうかわかんないんですけど、いやー、この占い師のちょっと意見を聞いて、次、誰に投票するか決めていきたいと思います。占い師、3番のプレイヤーは、発言してください。おはよう。いや噛まれると思ったんだが、いや人狼側が誰に向かって噛んだのかもわからんが、守られたのか、そう、それとも選ばなかったのか、俺にはさっぱりわからんが、まあ周りの話を聞いてからじゃないと動きづらいというのはわかる。占いというわけで俺は聞く。占い4番のプレイヤーが発言してください。おはようございます。昨晩は誰も死ななかったってことで、これさんが守ったのか、占い分かったぞ、こっちだな、どっちか、とにかくその3番さんか7番さんどっちかが人狼だってことは、まあ、分かっているので、そこはまず推理できなきゃいけないかなって思います。まだちょっと情報が足りなすぎます。5番のプレイヤーは発言してください。決定的な証拠なら一つあるだろう。今3番は確かに占い師なはずだ。そうだよ。だが占い結果を俺たちは聞いていない。お？それを踏まえた上でもう一人の占い師がどう出てくるかを聞いてみようと思う。6番のプレイヤーは発言してください。そうだな。確かに3番虎を占い結果を言うの忘れてた？本当かてめえ。そもそもやばいな。てめえだけよその海賊団だしな。怪しいっちゃ怪しいが、まあもう一人の占い師もいるし、まあ次のを聞いてどっちにディアブルジャンプかますか決めようか。7番のプレイヤーは発言してください。お前ら残念だがクソゴックは白だった。まあクソゴック向いてるな。お前釣られてもいいからな、名乗り出てもいいからな。でロー、
お前なんで占い結果言わねえんだ。お前本当に占い師かよ。猫の匂いがする。ロー、お前いい犯人だろ。8番のプレイヤーは発言してください。俺頭悪いから本当わかんねえなー、わかんねえなー、わかんねえなー。いや、ゾロ一白ゾロ一白止まる。ゾロもう仲間だしなー、信じたいんだよなー。一が麦わらの一味として。でもなー、ちょっと三番、わかんねえなー、全然わかんねえ。どうしよう。でも一番白、一番白。どうしよう。とりあえず決めます。投票を始めてください。これちょっとでも3は釣られるでしょうね、きっと。ロウさんは多分釣られるでしょう。ロウさん釣られて狼一人になります。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。どうしてだよ。夜が来ました。目を閉じてください。ナイトメアさん、ナイトメアさんか。なんで、おい、なんでだ。信じられない。俺も信じられない。俺もよくわかんねえ。何が起こったんだ今。しかもゾロさん以外全員投票してました。チョッパーも。教えてくれよ。この村は全員人狼なのか。おい、本当にわからない。俺以外人狼なんじゃないか。すごいっすよね。もう俺はちょっとローが釣られるのかなと思ってたんで。俺も見てて、まあローだろうなって思って見てたら俺だったよね。なんでだよ。じゃあちょっとまた夜になったら、朝が来ました。この村本当におかしいからな。この村本当におかしいですよ。俺だって白だったし。昨夜死んだのは2番霊能者、それは噛まれるよね。うん。3番のプレイヤーは発言してください。これも人狼強い。これは霊能者が死んだってことで合ってるのか。そう、合ってる。占わないと。ロー、まあとりあえず昨日は占い結果を言わずに申し訳ない。1番は白というのはさっき伝えたが、今回は6番が白だ。ああ、そう。まあロロのアヤが言ってたように6番を言うのはちょっとあれだったんだが、もしかしたら仲間を守るための白出しだったかもしれないからな。俺は一応調べさせてもらった。白だった。つまり何もわからないということだ。以上。4番のプレイヤーは発言してください。霊能者が死んでしまって、占い師だって言っていたもう一人の7番も、釣られたんだっけ、で死んでしまいました。ってなると残り、3番の言葉を信じていくしかないのかなと思うんだけど、怪しいよ。そしてそれで桜子さん怪しいよ。いいのかなって、なんかちょっと何か引っかかる部分はあるんですが、そうだよ。ちょっと推理中です。5番のプレイヤーは発言してください。この様子だとどうやら霊能者がいないと。そうなんだよ。噛まれた7番が実際どういう輩だったのかわからないってことだよな。だから俺は困ったな。占いを使わないと。6番のプレイヤーは発言してください。レディーが死んでしまったのは痛いな、確かに。レディー言われてる。まあ、マリモがいなくなったのは別にどうでもいいけど、今の状況、どうだろうな。誰が怪しい。どうだろう。なる。難しいな、これ。まあ、とりあえず俺は完全に白というのが出たということで、そうだな。どうだ、チョッパー。8番のプレイヤーは発言してください。行くよ。そっか。霊能者さんが
死んじゃったよ。俺の力で生き返らせられないかな。無理だな。いや、無理だね。いや、無理だ。いやー。この投票先大事だよ。3番？いやー。3番だ、3番。あ、そうだな。集めようぜ。みんなでドラゴンボール。集めようぜ。いや、どうしよう。これは、これ、ここで。いや、どうしよう。でも、6番、サンジは、白なんだもんな。うん。OK。わかった。1番、のプレイヤーは、発言してください。まあ、ローが言っている俺が白っていうのは確実だ。うん、俺は村人だからな。ま、案外ローが占い師っていうのも信じていいと思うぜ。で、ゾロが言っていたことに関しては、逆転の発想もしていいと思うぞ。嘘をついてる可能性もあるし、サンジが白だっていう確証もないだろ。投票を始めてください。もしかしたらこうか。いや、違う。はい、こんにちは。これ、あれですね。バタコ、お帰り。あの、はい、投票ですね。4と5。うん。4と5か。4と5だ。この辺白白だよね、これ多分。4番ですね、多分。1、3のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。誰も釣られなかったのかな今。まあ、5番さんと今3番さんに私が疑われているという。この後また釣られる機会あるのかな。とりあえず、守ってください。カリウドさん。釣られるから。5番。のプレイヤーは発言してください。発言してください。3番のトラオくんが6番を占って白と言ったはずだ。もしそれが本当なのであれば、そこにいるサンジくんは白のはずだ。うん、うん。で、なぜ4番に投票したかというと、もう見るからに怪しいからだ。投票を始めてください。これはちょっと、厳しいね。これちょっとまずいですね。多分俺も1、3のラインが怪しいと思う。そうです。え、1、3です。これ間違いなく1、3です。はい。トマルさんは、あの、サボはローをかばいすぎてるよね。4番のプレイヤーが選ばれました。ここで、釣られちゃうの痛い。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。正直に言います。私、カリオドでした。うわ、一番最初に、ね、2番さんを守ったときに、殺されなかったんですよね。誰も噛まれなかったんです。もしかしたら、予定通り2番さんが噛まれようとしたところを守れたんじゃないかなと思ってます。次に、3番さん入れて守ったのに、こんな結果だって悲しいです。みんな頑張ってね。夜が来ました。目を閉じてください。いやー。これ噛まれて終わりですね。これはちょっと狼強かったね。強かったですね。ちょっとゾロがヘイト買いすぎたね。そうだね。ナイトメイさんがまさかやられると思わなかったから痛かったね。痛かった、痛かった。やられたな。これも完全に桜子さん1、3だよ。そう、1、3だよね。これやられた。お、3番の笑い方が半端なかったもん。洗脳されてやがるみんな。本当だよね。バドガーさん守ったよ。ありがとう、桜子さん守ってもらったの分かりましたよ。もう、あの村の最後を見届けよ、みんなで。シャンクスがめっちゃ的確なこと言ってんだけどな。そうなんだよね。めっちゃ守ったのに、やられちゃったよ。村人同士で殺し合って、これシャンクス噛まれんじゃないですか、これ。朝が来ました。いや、でも私はもう1回目、バドガーさんも。昨夜死んだのは。よかった。6番。あ、おっと、え、これもしかしてじゃあ、うわー、今日の山本さんだ。嘘。いやー、お疲れ様でした。あ、お疲れ。桜子さん、カミングアウト遅いよ。だって、どうするカミングアウト。おい、お前ら、おい、俺に言うことがあるんじゃないか。お前ら、おい。え、何が。俺に何か言うことあるんじゃないか、謝罪とかよ。え、ない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 、あれでよかった、はい、あれで。何を言ってんだお前は。なんでお前ら洗脳でもされてんのか。お前がされてんだよ。おめえがされてんだよ。一番かわいそうなのはチョッパーですよ。狂人がサンジだったんで人狼側でしたよね。あ、そうだ。そういうこと。狂人だったんだ。
あ、そうだったんですか。私一番のコマさんだと思ってました。狼がサボとローでした。霊能はバドガーさんで、カリウドが桜子さん、私とシャンクスとチョッパーは村人、ゾロさんは霊能者ですよね、本物のね。サンジさんが狂人でした。騙された。え、僕村人だったんだけどな。あれ、私狼だと思ってたんですけど。あれ、トリアが狼じゃないのか、喋ってたのそうだよね。僕村人ですよ。え、本当？うん、本当に。え、じゃあ誰？もう自分は俺あ、ローとチョッパーが。え、チョッパー狼だったの今？おい、チョッパー、知っていたのによ。俺チョッパーじゃねえや。俺狼だった。負けれたよ。リアルチョッパーじゃねえか。全然気づかない。俺ずっとトマルさんだと思ってた。違います。違います。なんかローとサボの連携がなんか取れてたから。いや、それがね、なんか怪しいなと思っちゃった。ごめんね。サボ。はいはい。狼のアシストしてんだよ、なんで。いや。もうあの段階でチョッパーとローが怪しくなってきてるのは分かってたから。もう釣るチャンスだなと思ってたんだけど、負けたからね。いやー、勝利はとりあえずロート、じゃあチョッパーとサンジさんが勝利でいいのかな。イエーイ、おめでとうございます。やったぜ、友人のお世話になりました。いやー、皆さん参加ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。概要欄に皆さんのツイッター載ってますんで、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。多分普通に皆さんフォロー返ししてくれると思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました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 。